こんにちは。株式会社みすみの増田です。ここからはみすみの EC 事業部で活躍している入社7年目の F さんにインタビューしていきたいと思います。入社7年目で文学系の学部を出身しています。現在は EC サイト関連の部署で EC サイトの使い勝手の改善を担当しています。入社当時みすみを選ばれたのはなぜですか？もともと就活の軸として安定したビジネスモデルと若くから成長できる環境というのを軸に探していました。その中でみすみに出会い、調べるうちに強いビジネスモデルを持って安定しているだけではなく、それを守るだけでなくどんどんと成長していける会社なんだなということを感じて入社を決意しました。では実際入社してみて、入社前とのギャップってありましたか？そうですね、はい、2点ほどありました。入社してみて感じたのですが、入社研修非常に手厚いものをしていただきました。その経験は業務開始後から今までずっと活かせていると思います。まあ、中途が多い会社なのでとても不安があったんですが、新卒の育成にもとても力をかけていただいていると感じました。また働き方についても業務時間や有給も自分の裁量に任せられていますし、フレックス勤務なども活用してメリハリのついた働き方ができていると感じます。2点目に、海外との仕事が思ったよりも多くて、また早くから関わることができるということに驚きました。部署や仕事の都合というのはもちろんあるかもしれないのですが、若手だから海外の仕事を任されないといったことはないというふうに感じています。現在7年目ということですが、入社されてからはどんなキャリアを歩まれてきたんですか？はい、最初は EC サイトの商品データを活用したチラシなどの生成システムの企画を担当していました。今は EC サイトの検索性の改善の仕事をしています。検索性の改善といったお仕事、具体的にどういったお仕事内容なんですか？みすみのサイト、EC サイトを使っていただく中で、お客様は商品の型番やお客様自分のお求めの商品の名前などを入れて商品をお探しになります。そこの中でお客様が入力したキーワードに対してより適した商品を表示できるように検索エンジンの改善をしています。みすみは機械部品を扱っていますので、メーカーや商社のイメージが強いかと思われますが、それを販売するチャンネルとしては EC を利用しています。実は EC 事業の会社とも言えます。ですのでその中で EC サイトの使い勝手を改善したり、また集客を増やしたりというのは非常に重要なポイントになります。この仕事のやりがいってどんなところですか？たくさんのお客様に実際に使っていただく機能に関われることです。自分の頭の中で考えていた機能が実際に形になってお客様に公開され、お客様がそれを使って行動を変えていただく、それが実際に目標の数値に反映されていった時にはとても嬉しさを感じます。では入社して7年経って振り返ってみて、みすみってどんな会社ですか？成長できる環境があると思って入社したのですが、本当に思った以上に成長できる環境があるなと思います。本当に若いうちから成長したいと思っている方には様々な経験ができるので、とてもおすすめできるなと思います。また会社の中で仕事をして働いていても、安定的な基盤を持ちつつも本当に変化を恐れない、どんどん変化していこうという社風があるので、いろいろな挑戦を楽しむことができるかと思います。では今後についてお伺いします。みすみが世の中に提供しているのは顧客時間価値ですが、今後どういったふうに、顧客時間価値を提供していきたいと思いますか？はい、顧客時間価値の追求として、やはり今携わっている EC サイトの改善をどんどんと進めていければと思います。みすみの EC サイトをご利用になるお客様は、業務上の必要性があって商品を購入されるお客様です。自分が進めていたプロジェクトの目標で、お客様が定時で帰れるサイトというのを考えていたことがあるのですが、みすみのサイトを使うことでより手早くストレスなく商品を調達することができると、より多くのお客様に感じていただけるようなサイトを作っていければと思います。では最後に学生の皆さんへメッセージをお願いします。自分が就職活動をしていたことを考えると、社会人になることにとても不安がありました。しかし実際に社会人になってみて、今みすみで働いてみて感じるのは、いろいろな経験、新たな挑戦ができる、そんな場所だと感じます。就職活動されている学生の皆さん、いろいろな企業に出会われると思います。
皆さんがそれぞれに合って生き生きと働ける会社を見つけられるよう頑張ってください。事業部で活躍する入社12年目の S さんに若手の成長環境について聞いてみたいと思います。 S さん、自己紹介お願いします。はい、入社12年目で教養学部出身、現在はグローバル事業推進室という部署でディレクターという管理職の仕事をしながらサプライチェーンの強化に取り組んでおります。よろしくお願いします。新卒でミスミに入社されていらっしゃいますが、当時はミスミになぜ入社されたんですか？はい、私は大学時代に地域活性化を目的にイベントやフリーペーパーの発行する学生団体の代表をしていました、うん、はい、でそこで自分が代表だったという経験から事業の全体感を持って仕事がしたいと考えておりまして、会社を探しているうちにミスミというところに出会いました。説明会に行ったところ、小さな組織に大きな権限移譲をして自身がオーナーのように働けるという説明や、説明会で配られた戦略プロフェッショナルという本があったんですが、それを持ち帰って読んだところ、非常に面白くて、このような働き方ができるならこの会社に入りたいと思い、ミスミに就職活動をすることになりました。では入社してからはどんなキャリアを歩まれてきたんですか？入社後は事業開発という職種で仕事をしてきました。国内外の新商品開発であったり、納期短縮のための工場選定だったり、もしくはコストダウンを目的にした海外輸入品の船便導入などを行ってきました。また直近20年から1年半ぐらいはまた中国に駐在をして現地での商品開発を行ってきました。非常に成長市場でお客さんの反応が早いので、打ち手を打てばその結果がすぐ見えるという状態で、非常に面白い仕事をさせてもらったと思っています。現在ディレクターという管理職にも就かれているということですが、昇格されたのはいつ頃なんですか？ミスミでは手上げ昇格制度というのを取っておりますので、自分が次の仕事に上がりたいと思ったタイミングで昇格を受けることになります。入社7年目にリーダーという管理職に手上げをしまして昇格をし、その2年後、9年目にディレクター職に手上げをしてディレクターに昇格することができました。入社してすぐ事業開発の職種に就かれてますけれども、どういった業務なんでしょうか？ミスミでは事業開発の仕事を作って作って売るという枠組みで考えています。はじめの作るは商品開発を示していまして、新しいサービスや商品の企画をします。2番目の作るは言葉通り製造、どこで製造するかとか商品の仕様をどうするかというところを決めることになります。最後の売るというのは売り方ですね。値段を決めたり商品の説明のためのホームページを用意したり、そういった業務を行っていきます。で通常の会社ですとこれが部署ごとに分かれていて、営業部でしたり製造部でしたり企画部のようになっているんですが、ミスミの特徴は事業開発が横串で作って作って売るを回すというところにありまして、担当商品群における企画製造販売のすべてを担っていくことになります。すべてをやるというと聞こえはいいんですが覚えることが非常に多くてとても大変なんですけれども、一方でやりがいを感じながら働ける職種だと思っています。具体的にやりがいはどういったところで感じられるんですか？これは企画から販売まで全てのプロセスに自分が関われることだと思っています。ミスミでは毎年ビジネスプランとして売上を追求するとか利益を増やすとか方針を決めながら毎年のテーマは変わるんですけれども、その中で自分の担当商品群の新商品開発販売方法の決定というところが全てできますので、やっていくうちにその商品自体に対して非常に理解が深まっていくんですね。知識が増えていけば提案できる施策も増えていきますので、自分が間に入ることによって新商品をより安いコストで提供することができたり、お客様が望む情報を付与した状態で販売することができたりして、無駄の削減というか効率的に進めることができると非常にやりがいを感じます。非常に難しそうなお仕事だなと思って聞いてるんですけれども、はい、具体的にどんなスキルや能力が身につきますか？これは問題解決力全般の能力だと思ってまして、ビジネスプランを作ってその実行までを自分で担っていくことになりますので、その計画を作る段階で論理の飛躍があると実行不可能な計画になってしまいますし、それを使いながら関係者を巻き込んで仕事をしていく必要があるので、関係した人が皆さん納得いただいて動いていただけるようなプランを作るということで、その過程ではファイナンスの知識でしたり戦略面の知識でしたり、そういったことも必要にはなるんですが、そういった情報を用いながら問題解決を図っていくという能力が身につけられると思います。
では逆にこれまでの失敗談を教えてください。はい、過去に取り組んだ新商品開発で市場規模を過大に大きく見積もってしまって、高難易度の商品を出した結果うまく採算が出せなくて廃止してしまったというのが失敗経験としてはあります。もともと大きな企業さんの自社企画として作られていた商品をミスミとして扱わせていただいたんですけれども、それをやる過程で元々の協力メーカーでは生産ができない技術の商品だったんですね。その協力メーカーの外注さんに依頼をすれば生産ができるということが分かって、こちらも使いながら生産はできたんですけれども、やってみたところ思った以上にコストが下がってこず、当初見込んでいたコストダウンも得られず、また販売後お客様からアフターフォローの要望もいただいてしまって、そこの入れる工数に対して得られる利益が少なくて廃止という決断をしました。で、学びとしてはしっかり市場規模を見立てるときにファクトを抑えてクールに見立てなければいけないということ、痛みを伴った学びとして自分の中に残すことができました。入社されてから10年、いろいろご経験されて今に至ってらっしゃると思うんですが、振り返ってみてミスミってどんな会社ですか？取りに行く姿勢を持って実績が伴えば大きなチャレンジをさせてくれる会社だと思います。入社するまではミスミの扱っている機械部品に馴染みがなく、本当にこの会社でやっていけるのかっていうのが非常に不安だったんですけれども、入社後に社内の研修を受けることでその部分の知識は補うことができ、そこの点の心配はいりませんでした。で、他にもマーケティングセンターや物流センターなど現場研修は非常に充実していて、そういったところを通じミスミのビジネスに対しても理解を深めることができました。入社4年目には3ヶ月間中国に滞在して短期プロジェクトをやらせていただいたり、またその後20年から2年くらいの間中国に駐在して現地スタッフのマネジメントをしながら開発業務を行ってきました。で、そういった中で自分に知識が足りないと思う時もあったんですけれども、社内の研修支援制度を使いまして、外部のビジネススクールでファイナンスの勉強をしたり、そういった知識もつけながらチャレンジをさせていただいて、自分のやれることをどんどん拡大できてきたかなと考えています。ではこれからのことをお伺いしたいと思います。ミスミが世の中に提供しているのは顧客時間価値ですが、今後世の中に S さんが提供していきたい顧客時間価値はどういったものになりますか？ミスミがお客様に提供しているサービスの中では、まだこの中で提供できてない部分、十分な価値が提供できてない部分もあると考えています。具体的には特に数量がまとまった時にかなりお客様への納入をお待たせしてしまうようなケースがありますので、そういった大量の注文をいただいた場合でも堪能期でお出しできる仕組みですとか、安心してミスミを選んでいただけるような価値提供がしたいと考えています。では最後に学生の皆さんにメッセージをお願いします。はい、就職活動は不慣れなことも多く非常に忙しく大変だと思うんですが、自分自身と向き合う格好の機会だと思います。社会人になって仕事をする上でも自分の強みですとか自分がやりたいことというのを持っていることは、他の人を巻き込んで働く上でとても大事なことですので、ぜひその点をしっかり見つめていい成長の機会にしていただきたいと思います。